大谷翔平の声入りガッツポーズが可愛すぎる。このガッツポーズのシーンのロバーツ監督の豪快な笑い声と大谷くんの声がすごく好きだわ。ダメやー。何回見てもにまにましてしまう自分がキモい。ロバーツ監督の声も入ってるな。楽しくて仕方ないって感じで最高のチームだな。翔平はハイエナ、監督は何の動物だろう。ドジャーブルーや公式が素敵な動画や写真流してくるから、何曲も何社も永遠に追っかけ撮影しなくてもいいのにな。昔からいい写真撮ってくれてるカメラマンさん数人と公式だけでいいよな。みんな笑ってしまうほど、飛んでるってことだよな。かっ飛ばしても渋い表情、なかなか思うようなスイングやったり、手応え感触ないんかな。150メートル弾いったから目指せ170メートル弾、でも腰いかないように。ロバーツ監督がご満悦だな。新察大谷のガッツポーズにしたら急激に日本円の勝ち上がって、円安解消されたりせんかな。今年は打者に専念するので、打撃に関する筋肉やタイミングのつかみ方を彼なりの研究と努力でさらに向上させてくれると信じている。打撃陣がすごいので簡単に敬遠はできず、勝負してくれるはずだからホームランの数も増えるだろうね。大谷は順調のようだな。今年は打者専念だからホームラン60本に狙えそうだし、山本が15勝すれば人気はうなぎ登りだろうな。大谷なら打者に専念できる今季をチャンスと思って絶対的に三冠王を目指しているだろうな。まだ半年も経たないのに、赤いユニフォームを着ていたのがかなり昔のように感じる。シーズンチケットも高騰で大谷翔平が気軽に見られないのなら、今のうちにアリゾナキャンプまで出向き彼のフリー打撃を見るのもありかもね。翔平の時だけ色付きボールにしてくれんかな。バットが風切る音やばすぎだろ。球団本部長が息子を連れて大谷くんの真後ろで見てるのは特権だね。あんなに小さな子供が強烈なホームランを見たらビビるだろうな。リハビリだからフリー打撃を頻繁にやるのかな。これがリハビリとは全然思えない。